シコルスキー R-4 ユルトシーグの指揮官とシコルスキー博士 HNS-1CG39040 機と共に。シコルスキー R-4 はシコルスキーエアクラフト社で製造された世界初の量産ヘリコプターでありアメリカ空軍に収益した最初のヘリコプターでもあった。VS-316 は イーゴリシコールスキーにより発明され1940年に公開展示飛行を行った有名な実験機 VS-300 から開発された。VS-316 はアメリカ陸軍航空軍の回転翼機用の名称 XR-4 と命名された。R-4 は1944年5月に実戦で初めて使用された。 友人に宛てた手紙の中で、フィリップ・ジー・コクラン大佐は、本日、卵泡た敵が、実践任務につき、この忌々しい奴は理性を持つかのように動いた。と記した。R-4 は、このように有能さを見せ、アメリカ陸軍航空軍は100機の R-4、B を発注した。これら30機の中で1機がビルマに、1機がアラスカ州に送られ、 その多数機がアメリカ海軍、アメリカ沿岸警備隊とイギリス海軍に割り当てられた。英国海軍ではガドフライと呼んだ。イギリス空軍に収益した R-4 はホワーフライと呼ばれた。R-4 を装備したイギリス軍の部隊はヘリコプターを装備した最初の部隊となり、1945年1月にアンドーバー空軍基地で ヘリコプター訓練学校が編成された。写真の中の外観上の相違の注意点、何機かの R-4 は、テールローター近くのブーム後端の突先にオリンがついているが、その他の機体では、ブームの中間位置あたりに、リンがある。加えて、エンジンから突き出した、短い排気管を持つ機体がある一方で、 垂直方向に伸び主客の指示下の上で後方に曲げられた長い排気管を持つ機体もある。国立アメリカ空軍博物館のシコルスキー R-4B イギリス空軍の R-4B ホバーフライ、スティーブン F アドワール、ヘイジーセンターのボートシコルスキー XR-4C。ありがとうございます。